最高気温 16.7 度まで上がった今日の札幌。衣替えが進む季節、皆さんはいらなくなった服や靴をどうしていますか？着なくなった服とかはタンスの奥底にしまっておいていますね。使わないジャージとか靴は全部あげました。そんな衣替えの季節にぴったり、とってもお得でエコな衣料品の回収ボックスが明日から大丸札幌店に登場します。こちら私が数年使っていた私物のコートです。愛着があるんですがもう着なくなったので今日はリサイクルに出したいと思います。記者がボックスに服や靴を入れると箱のセンサーが自動で数をカウント。回収された衣料品は海外などで再利用されたり燃料やペットボトルなどにリサイクルされます。さらにこんな嬉しいサービスも。 QR コードを読み取ります。クーポンが獲得できました。毎年設置される回収ボックスですが、今年は新たにモニターの QR コードを読み取ることでアプリでクーポンを受け取れるようになりました。お客様と我々の方での接触がなしで回収をしてクーポンをお客様にお渡しするという流れを作っております。クーポンは紙だと1000円分、アプリだと1100円分で1万1000円分の買い物ごとに1枚使うことができます。回収ボックスは明日から来週の12日火曜日まで設置されます。